宗教国家アメリカのの誕生第3回は自由の新天地を求めてアメリカ合衆国がこれまでに受け入れた移民の数は世界のどの国よりも多く合計5,000万人を超え現在も年間80万人以上を受け入れているとされます。それは多くの労働力を必要とするという経済的な理由ばかりではありません。 人類の避難所という自己イメージを持ち政治的迫害から逃れてくる難民を寛大に受け入れる政治的理由に基づいていますこの点で南部の植民地に比べるとニューイングランドの植民地には自らの信仰の自由を確保したいという願いが建設の動機として強かったようです。その代表的な例が プリマス植民地を建設したピルグリムファーザーズです彼らについて理解するには当時のイギリスの宗教事情を知っておく必要がありますイギリスはヘンリー8世エリザベス1世時代に教会をローマカトリック教会から分離させてイギリス国教会アングリカンチャーチを作りましたしかし主として政治的理由から誕生したものゆえその 教会形態においても、その礼拝形式においても中途半端な面が多いのです。そこで、宗教改革の線に沿った純正なプロテスタント教会にしようではないかという動きが出てきます。イギリス国教会を内部から純化・ピューリファイしようという意味で、ピューリタンと呼ばれているグループです。その中には、国教会に留まって改革を図るもの非分離派と、 国境界から分かれることを主張したもの、分離派がいました。分離派は、イギリス国教会の中に留まってそれをピューリファイしようとしても無理であり、信仰を全うしようとするならば、イギリス国教会から出ていかなければならない、と主張したのです。彼らは、イギリスの体制から言えば異端者であり、迫害され、死刑になる人も出てきます。 地下運動的に礼拝を守ることもやっていましたがやがてイギリスを離れて自由なところで自分たちの礼拝を守ろうとする動きが出てきます1607年ロンドン北東の寒村スクルービの分離派の集団がロビンソン牧師の指導のもとに国外移住を決意します彼らこそ後にピルグリムファーザーズと呼ばれるようになる集団です 彼らが最初に移住先として選んだのは、アメリカではありません。オランダです。オランダは、カルバン派がカトリック大国スペインとの長い戦争を経て独立を獲得したプロテスタントの新興国。しかし、そのオランダも彼らの安住の地とはなりませんでした。彼らははじめアムステルダム、ついでライデンに住みましたが、農民であった彼らが、 異国の都会で新たに仕事を得ることは困難。言葉も違います。周囲の冊子や自由が子孫の教育に及ぼす悪影響などを憂えたため彼らは自身の信仰を守りつつなおイングランド人として暮らすことのできる土地を新たに求めます。そして当時、 すでにイギリス人が移住していた北アメリカ大陸への再移住を決意するのですこうして1620年9月ピルグリムファーザーズたちはメイフラワー号に乗り込んでイギリスのプリマス港を出発したのですこの絵は11月アメリカのプリマス沖に到着したメイフラワー号ですこれはメイフラワー2世号メイフラワー号のレプリカです このの絵は、ピルグリリム・ファーーザズアメカ上陸を描いいてます。ところで「巡礼思想」という意味の「ピルグリム・ファーザーズ」は1620年信仰の自由を求めてイギリスからメーフラワー号で北アメリカに渡りプリマス植民地を建設した総勢102人のピューリタンたちと説明されますが間違えてはいけないのは「 メイフラワー号に乗っていた102人全員がピューリタンだったわけではないということです。センツ、ピューリタン以外のストレンジャーズ、よそ者が半分以上だったのです。そこには次のような事情がありました。ピルグリムらがアメリカ渡航を依頼したのは、 バージニア地方での植民地経を行っていたバージニア会社。当時のバージニア会社は財政なんで、外から資金を集めなければなりませんでした。しかし、投資する側から言うと、ピルグリムたちは経験な立派な人かもしれませんが、彼らだけでアメリカの荒野に行って、新しい植民地を作るなどということが果たしてできるだろうか不安でした。そこで、 この植民事業を成功させるために、彼らだけでなく、もっと頑健な働き手を募集して、一緒に送ろうということになったのです。彼らが目指したのは、バージニア入植。しかし、メイフラワー号が到着したのは、入植許可を得ていた北緯34度から41度区域よりも、北のコッド岬、北緯42度、 の沖でしたそこで41度より南の方へ行こうと再びメイフラワー号は出発しますが大変な嵐高い波に阻まれて南下できず途中から引き返しコッド岬奥に戻りますそして上陸しようとしますがそこで厄介な問題が生じます到着したのが許可区域外であったためかねて航海中から不満を打席させていたよそ者たちの間に 上陸後は、ピューリタンたちと別行動を取ろうとする動きが出たのです。つまり、一緒に乗ってきたよそ者たちの間に、バージニア会社の許可を得たバージニア地方に上陸するなら一緒に行動せざるを得ないが、別のところへ上陸するならば、我々は別行動したい、という動きが出てきたのです。ピューリタンたちは、家族ぐるみで来ているから、女、子供が多い、そのため、 ピューリタンたちと一緒にやっていくとなると自分たちは彼らのために働かされてしまうだから自分たちだけで別行動をしたいと考えたようですしかしそうなるとピューリタンたちは困ります自分たちだけでアメリカの荒野の中で新しい社会を作っていくことは困難ですやはりよそ者たちの労働力が必要であり彼らと協力して建設しなければなりませんそこで戦中で話し合い 行動を共にするということで、11月11日メイフラワー製薬を結ぶのです。これはメイフラワー製薬への書面の場面を描いています。これはメイフラワー製薬の全文です。メイフラワー製薬の核心部分はこうです。開拓地のより良き秩序と維持及び前述の目的の促進のために。 神と互いのものの前において厳粛にかつ互いに契約を交わし我々は自らを政治的な市民団体に結合することにしたこれを制定することにより次々に植民地の全体的善に最もよく合致し都合のよいと考えられるように公正で平等な法律命令法令憲法や役職を作りそれらに対して我々は当然の服従と従順を約束する。 この制約の中心は、共に行動する一つの政治体を作ることを約束した点です。ピューリタン側とよそ者側とが、それぞれの信仰の立場の違いを認めながら、多元的でありつつ、政治的には一つの団体を作ったのです。これは、国王による特許状もなく、私企業による管轄許可の権限をも超えた政治行政上の空白地域で、 異質な志を持つ者たちが、相互の合意と契約をもって、新たな権力の正当性を創出する試みでした。その限りこの契約は今日でも多くの移民の統合により成立している多元国家アメリカの原型ということができますこの契約が成立し1ヶ月ほど後に上陸したピューリタンとよそ者とは 協力して植民地形成に努めますしかしプリマスはすでに厳冬期を迎えており準備もなく疲弊した彼らは仲間の半数を最初の冬で失いましたその後は先住民ワンパノアグ族から食料や物資を援助され狩猟やトウモロコシの栽培などを教えられ1621年の秋には ようやくトウモロコシなどの収穫を得て先住民とともに数日にわたる盛大な感謝祭を祝ったとされますこの逸話はその後さまざまな脚色を経てアメリカ国家の神話的な創設物語へと発展していきましたこれはプリマスへのピルグリムの上陸場面を描いていますこれは、 最初の感謝祭これも最初の感謝祭で先住民と共に祝う様子が描かれていますその後も先住民との良好な関係が40年ほど続きますしかし入職者たちが入職範囲を広げ始めると先住民との間で土地と食料をめぐって対立・戦闘が発生します 1675年から76年のフィリップ王戦争ではニューイングランド植民地連合軍とインディアン諸民族連合軍とが戦います。ちなみにフィリップ王戦争の名はインディアン連合軍の指導者ワンパノアグ族の大族長メタカムがフィリップ王と呼ばれたことに由来します。この戦争後 先住民との関係は他の植民地と同様に敵対的なものになってしまいましたこれはフィリップ王戦争を描いていますプリマス植民地を人口でも経済力でもしのぎニューイグランド地域で支配的になったのはマサチューセッツ湾植民地ボストンという良好があったことが大きく寄与していました この地の植民作業は1630年3月マサチューセッツ湾植民地会社の送った最初の一団が到着したことから始まります。指導者は同植民地の初代総督となるウィンスロップ。彼はアルベラ号でアメリカへ移住しましたがその目的はピューリタン非分離派によって 聖書の教えを実践する共和国を創設すること彼は新大陸上陸前にアルベラ号上で A Model of Christian Charity と題する説教を行いましたその中で新大陸における彼ら非分離派ピューリタンのビジョンを次のように明確に述べました我々の目的は神に対し一層の奉仕をし キリストによる恵みと繁栄が与えられ、キリストによる救いを全うするという神との間の名約に基づいて、神聖なる共同体を建設することである。これから築く新しい共同体は、世界中の目が注がれる丘の上の町である。この丘の上の町とは、マタイによる福音書三条の水訓に登場します。 ああなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができないあなた方の光を人々の前に輝かしそして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいこのように丘の上の町はウィンスロップにとっては絶対的なキリスト教信仰に基づいた神聖な神の国でしたしかし独立戦争以降 20世紀にかけて「丘の上の町」というフレーズは次第に宗教的概念から解き放たれより普遍的なアメリカ建国の精神に引きき上げられていきます。つまり「丘の上の町」は神聖な神の国から進歩と自由と民主主義の理想的国家へと呼び名を変えしかもただの「丘の上の町」ではなく輝ける「丘の上の町」へと進化し アメリカという国家の象徴国民的信仰とも呼べるものになっていきました。1961年1月9日大統領選挙で勝利したジョン・ F ・ケネディは就任前の演説でこう述べています。今日、すべてててのののの人々の目は、は、まさにに私たちに注がれている。政府のての機関は連邦、州、 各自治体のすべてのレベルにおいて丘の上の町とならなければならないその町を構成しそこに住む者は大いなる信頼と大いなる責任を備えていなければならないなぜなら我々が船出しようとする1961年の航海はかつてのアルベラ号による1630年の航海に劣らない厳しいものだからであるウィンスロップの説教から 400年近い年月を経た今日もピューリタンたちの目指した建国の理想はアメリカ社社会会に生きき続け、社会を動動かす大きな原動力となっているのです。ところでマサチューセッツで特筆に値するのは入職直後から大学を設立し初等教育を法制化し印刷を開始し信仰教育を兼ねた式辞教育読本を出版するなど教育に強い関心が 払われたことですその代表例がここ各種大学ランキングで常に最上位に位置する名門ハーバード大学です政財界から学術分野まで幅広い分野で指導的な人材を輩出し続けています2018年時点で8人のアメリカ大統領48人のノーベル賞受賞者が出ているほか 32人の元留学生が母国で国家元首となっています1636年創立のアメリカ最古の大学で1639年ジョン・ハーバードが移送した財産と増書をもとにカレッジとしての活動が本格的に稼働し始めましたこれはジョン・ハーバード像ジョン・ハーバードは 経験なピューリタンの牧師で30歳で亡くなりましたこの学校の設立目的は社会と教会の指導者を育成するとなっておりつまり牧師の養成ですそして教育モットーはヨハネの福音書17章3節永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。から取った、神とその子キリストを知る、でした。ところで、マサチューセッツ植民地では、公民の資格に教会員であることが当然のように前提されていました。牧師たちが政治的な公職に就くことはありませんでしたが、 市民生活における聖職者たちの発言力と指導力は極めて大きかったのです市民政府は公共の秩序と社会の安寧に責任を持つため宗教的異端や神聖冒涜はこれを乱すものとして取り締まり必要な場合には処罰する権限をも有していました政府と教会は協力してともに神の法に 従うべき存在であり、その共通の任務にはキリスト教擁護し発展させることが含まれていましたこうした聖教制度に根本的な反対を表明したのがロジャー・ウィリアムズ彼は世俗権力が宗教的宣誓を強制することに反対したり、先住民の土地の強奪を痛烈に批判したりしたため、1636年には植民地から追放されました 1636年、ロジャー・ウィリアムズはロードアイランドに上陸し先住民に受け入れられ彼らから譲渡された土地にプロビデンスを建設します。プロビデンスとは英語で「神の摂理」を意味しウィリアムズがその土地を「学教にある私に神の慈悲深い摂理を感じさせる」として名付けました。 これがロードアイランド植民地です。ロードアイランドの場所は、マサチューセッツの隣です。このロードアイランド植民地は、ウィリアムズ自身の迫害体験から、何人も両親のゆえに迫害されてはならないことを根本原則として建設されたため、彼の名は、信教の自由を掲げた最初の人権論者として、 歴史にに残ることになりました彼の像は今日カルバンらと共にジュネーブの宗教改革記念碑にアメリカの代表として加えられています。